自衛隊の基地でお祭りがあるんだね。航空祭は航空自衛隊のことをたくさんの人に知ってもらうためにあるんだ。それにしてもすごい人気だな。そりゃこんなに間近で戦闘機や装備を見られる機会なんて他にないからね。確かに陸上自衛隊や海上自衛隊って災害派遣活動や海の監視活動のイメージはあるけど、航空自衛隊って普段何をしてるの？それはもちろん災害派遣活動もあるけれど、姉ちゃん、なんと言っても日本の空の平和と安全を守る、これこそ航空自衛隊の大切な任務なの。防衛省自衛隊空の警戒監視とスクランブル。空には侵入を防ぐ障壁はない、故に空への監視の目を常に光らせている。国籍不明機の接近を確認、領空侵犯の恐れあり。スクランブル。了解、ホットスクランブル。スクランブル。航空自衛隊は様々な部隊で構成されているの。空の警戒監視を行う部隊、上空で対応する部隊、ミサイルなど空からの攻撃に対応する部隊、輸送や空中給油をする部隊、空からの捜索や救助を行う部隊、空のプロフェッショナルが集結しているからこそ日本の空を守ることができるのよ。だけど空ってどこまでが日本の空なんですか？国際法上その国の領土、領海の上空とされていて、領空というの。領空は領土の端から22km くらいの距離までで、この領空に許可なく外国の航空機が侵入することは認められてないけど、もし領空への侵入を許した場合、領土の上空までは旅客機でも1分半で到達してしまうの。だから国籍不明機などをできるだけ早く発見するために、全国28カ所にあるレーダーサイトや早期警戒機が24時間365日体制で警戒監視をしているの。それに各国が自国の空を守るために領空とは別に防空識別圏アディズを設定しているの。もしもアディズの中で国籍不明機を発見した場合は、待機している戦闘機をスクランブルさせ、速やかに国籍不明機の確認に向かい、行動を監視して呼びかけを行うの。常に緊迫した状態だな。実はそのスクランブルが近年増加傾向にあって、令和元年度には947回、1日平均 2,3 回もあったのよ。そんなに出動してるの？そんな激務をこなす航空自衛官ってすげえな。空の対応は一刻一秒を争う。どんな時にスクランブルが発令されても、万全の体制で迅速に対応できるように日々全隊員一丸となって任務に当たる。それが私たち航空自衛官なのよ。やっぱ任務に当たる人の言葉は違うな。うんうん。よかったら引き続き案内しましょうか。やったー。もう姉ちゃんいいってば。頭上に広がる青く澄み渡った空、一切の隔たりがない空だからこそ、日本に外からの脅威が届かぬように、国民が日々平穏に過ごせるように、航空自衛隊は今この瞬間も訓練を行い、任務を遂行している。